超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです ゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼント。この種を育むのはあなた。お待たせをいたしました。今週も日本最高、日本最高へのシーズンの時間がやってまいりました。進行を務める田中康夫です。皆様ご存知のように9月の14日、民主党の代表を決める選挙が行われ、菅田厚さんがまあ。 国会議員の票では審証をいたしました、まあ、したかし、その数の論理というものありきではないとおっしゃっていた陣営が数の論理によって、えー、第2次官直と内閣を組閣をすると。 しかしその数の論理によってねじれ国会の中でまた綱渡りが行われるのではないかというふうにまあ老化トンビなマスメディアはとあなマスメディアは言っております。え今日は学習院大学法学部教授、まあ、日本外交史そしてまた戦中戦後の日本の政治に関して大変に造詣が深い井上俊和さんにお越しをいただきました。よろしくいいし,よろしくお願いいいたます、えーまあ、あの菅さんはいわゆるこようこようこようという いう,ふうに言っててい、まあ、小沢さんはその前に雇用創出の前に景気不要なんだと、まあ、鶏か卵、どちらか分からないと、しかしまあノーサイドと両方も言っておりましたから、えー、もうその鶏卵論争を超えてです、ね、えー、まさに即効性、持続性、そして伸長性、伸びていく方法というものを考えていただきたいと思いますが、今日はあは国家ビジョンの再構築と題して、井上さんにお話をお伺いします。まあ、今回の 代表選挙に関しても後ほどご紹介しますが、週刊現代でもです、ね、その投票行動、まあ、有権者であったり、あるいは党の議員も有権者になっていた、そうした人のメンタリティーに関しても非常に深い洞察をされていますが、今日はあは2枚フリップをまずはご用意いただいたようで、えー、戦後のまあコートですね、から、そしてこれはその前ですね、はい、すね戦争前の話ですが、はい、ちょっとこれを。 お話ししたいことはです、ねあのえー、今度の民主党の代表選挙で、まあ、小沢一郎氏という人があの敗れはしたんですけれども、はいえー、彼が出てきたことというのはこれからの 日本の政治経済社会がどうなっていくのかを考えるときに非常に重要な問題提起をしていたと思うんですね、はい、でそれをどういうものなのかというのを、まあ、ちょっと私の専門に引きつけて,て恐縮なんですがあの過去と似た例っていうのがありましてそれとの比較を通じて、はい、今回の,あの民主党選挙 民主党の代表選挙の意味っていうのを考えたい、うん、まあそれが引いては国会ビジョンの再構築っていうテーマにもつながってくると、まあ、そういうことなんですけれどもね。であ、先ほどちょっとお見せをしましたが、はい、あまさに日本の今まで歩んできた政党・政治の歴史のところを、じゃご説明をいただけまちょっとあの復習のようになって、恐縮なので少し我慢していただければと思います。はい、えっと最初に始めたいのはこの 昭和7年のところなんですが、ここで、声友会内閣っていうのが五・一五事件でま崩壊して、これが戦前最後の政党内閣だったわけですね。 でところが、これがきっかけとして、軍部独裁体制になったわけではありませんで、すぐにはなりませんで、はいえー、まだ政友会も民政党もあの国民の支持を得ていましたので、えじゃあ、二大政党制に代わる何か新しい政党政治を作っていこうという,こう模索の時代がこう次に始まるんですね。はい、ところがこれ、後でも説明しますが、面白いことに、うん、この時期こう、矢印はこう<ー>ありますように、はい あの、こういう政党の体たらくに対して、国家権力の側が反発して、うん、それに対するさらに国民の批判っていうのが起こるんですね。それが国民の批判はどちらに、えー、政党にまず向かう国家権力の側に<家>あの国民の批判が向くんです。これどういうことかと言いますと、はい、当時司法ファッショ批判っていうのがありまして。うん、実はあの国家権力の検察側が、うん、政党勢力を排除するために疑件、うんうん を作り上げまして、政党の出身者の閣僚を政治的スキャンダルによって排除しようということをしたんですね。で、それにあ,あれですか？政友会民政党関係なく？えあ、政友会と民政党の閣僚なんですけども、ははあのあるあの株式会社のとの大企業との贈収賄事件を検察がでっち上げまして、うん、それによってあの政党勢力に打撃を与えようとしたんですね。 でところが、あのさらには話はもう一ひなりありまして、それを司法ファッショという形で、国民が批判したんですねあのそ,のあその検察のそういう義獄を作り上げた、このでっち上げで、政党勢力をやり込めようとしていた検察権力を司法ファッショだということで、国民がこう批判したんですね。で、ええ まあ国民が批判したってその今のようにツイッターがあるわけじゃございませんしインターネットもない、ええ、どういう形で、ええ、もちろんあの新聞は最初はあの検察寄りの報道になるんですけれどもだんだんこれがおかしいということが分かってきて新聞の論調も変わってきてさらに裁判所がこれはあのでっち上げであるということを認定すするんでねそう,そ,うそうするとあれですね今の場合にはいろいろとその昔トイレのなんとかといったようなお亡くなりになった ジャーナリストもいましたが <laughs>、はい、そういうところではいろんな意見が出てますが、ええ、記者クラブの新聞であったり、えええー、裁判所というところではこの時とは違ってまだ日本はその段階にはいたってままだそこまで出ないんです、ねはい、あの逆に言うとあの大企業新聞社が独占しているわけでは必ずもないんで、うん、その点でまだ多様な意見が戦前の方あそうか地域紙だったりしたかそ,うそ,うそ,うそうです。ええええ だからかえってあの今よりは多様な意見、うん が汲み取られていたっていうところがあるんですね。<う>えー、でそれもあって後とも話しますがそういう司法ファッションはいけないとこれ,これは大きな疑惑事件が一個、ええ、非常に大きな大規模なので、うん、あの首相にまで及びそうになるくらいなものだったんですね。で、えー、次々とこうあの、えー、検察の取り調べを減少閣僚たちが受けて、うん、それを見るまえと普通はもうだめだ、うん、あこいつらやってるんだと思うんですけれども、はい、よく見ると本当にこの 人たちやってるのかなっていうあの国民の常識っていうのがやっぱりあってで国民の常識が正ししかったわけででですすねで裁判でも無罪をるんそこはちょっと今の日本の検察が非常に、えー、の案件のものはまず有罪になるというのとは違うんですね。それに対するあのおかしいんじゃないかっていうのは最近出て、えー、後でもお話しますが厚生労働省の,あのキャリアの女性の方が無罪になったっこところ、はいはい、非常にこうあの類似したことが起きてるんですね。 ほうで、それもあって、国民は。で、その時にはその政党間連携のこの模索というのは、どういう具合だったんですのであの、二大政党制は、党利党略で足の引っ張り合いで、国民の支持がないと、うん、だけど国民はやっぱり政党じゃないと、自分たちの意思を、うん、あの出してもらえないと、うん、いうことを分かった政友会と民政党の側が、うん、じゃあ何とか協力して、政友会と民政党との連携による内閣ができないかと。うん、まあ連立内閣が できないかということをこう模索する時期がここだったんですね。<ー>えー、ところがですね、うんえー、今も昔も変わらないんですが、うん、選挙が近づいてきますと、うん、それぞれの政党が党利党略をこうまた元に戻ってきてしまうんですね。<laughs> うん、あの協力しちゃうと、相手の党に、うん、あの次の選挙で票が行ってしまうんではないかっていうのは疑心暗鬼になってきて、うん、この時はあの昭和11年2月には任期満了に伴う衆議院 のの選挙は必ずあることが分かってましたので、はい、その選挙が近づけば近づくほど声優会も民政党も自分の政党こそっていうことを言い始めて、うん、だんだんせっかく手をつなごうとしていたのが独自の方向に向にかっていってていしまうんですね、うん、でそうしますと国民は、はいえー、こういう1930年代の苦しい時代なんだから、うん、声優界と民政党が協力しないと駄目だこういう危機的な状況はそれなのに自分勝手なことを言い出して これはもうダメなのかもしれないって言った時にそれでも政党に期待していた国民がどういうふうな気持ちになっていたかというと何か強力な政治指導者が出てきてその人が神道を作っていって政友会や民政党もその新党のもとに集まってあの国民の意思を直接反映するようなそういう政治が できないかっていかうそういうい形ででカリスマ待望論が出てくるんですね、うん、でそのカリスマとして最も期待されたのが近衛文麿という人で、まあ、この人はあの非常に家柄もいいですし、うん、背も高くて、うん、あの見た目もかっこいい人だったので特に当時はあの成人男子にしか選挙権なかったんですが、うん、あの女性や若いあの女の子たちが近衛さんを非常に近衛のの人気というのは高まりまして、うん、<laughs> ラジオ であのコネ首相がこう演説するのに対してもう女性たちがもうあのラジオの前で正座して聞くというような、うん、そういう時代が訪れたんですね。あこれはあのちょっと純不動かもしれませんが、うんえー、小泉純一郎氏であったり細川森弘氏が最初出た時の感じにもちょっと似てるんですかそうですね。えー、すねあのだからあの時代閉塞の状況を突破する上で何こう魅力的な政治指導者への期待っていうのがやっぱりいつの時代にもあるんですけれども、うん、この時にはもう本当に行き詰まり そういうあの政党勢力は期待はあるんだけど、うん、政党とはあの切り離された手の汚れていない人っていうので、うん、こういうあの非常に家柄のいい人この人がね期待されて登場したわけです。ところが首相になって。 うん、ほんのちょっとしてほんの2ヶ月もしないうちに日中全面戦争が始ままってしまうわけですね、うんはい、でこれが困ったことに小野さんという人は全ての政治勢力の期待を担ったので、うん、全ての政治勢力に利益を配ろうとすするわけですねで軍部も期待したし政党も期待したしとみんながこう自分への期待があるので、うん、それで日中戦争を彼は早くやめたかったんだけれどもいや戦争景気で儲かってるぞとか軍部はもうこの際だから、うん。 もう中国を思いのままにしたいとかっていう気持ちがあってそっちの気持ちもあっちの気持ちもみんな組まなきゃいけないっていうことで近衛さんもあっちにもこっちもいかなくなってしまってあのますますこうそういう時はあれですかねよくあのマスメディアの人ってのは選挙結果とかでも絶妙のバランスとかバランス感覚とか言ってバランスがある方が対話だとか言いますけどこの時もじゃあ当初近衛さんがそういう右往左往してるのも 好意的に捉えられたんですかね。そうですね。うん、で、ですけども結局それじゃああのみんなにいい顔するだけであって、うんうん、こ国民と国をねどこに引っ張っていくのかっていうのがわからないとおいうことで、え危機がもっとひどくなるというのが戦前の歴史で、うん、だったわけですね。なるほど。えー、そしてまあこの人はもっと違う、えー、イケイケゴ豪というようなものに惹かれてくる。えー ところがそういう人がなかなか出てこないんで、近衛、うん、さんがあの首相を辞めても、うん、途中であの短命政権がいくつも続いて、また近衛さんが出てくるっていう、うね、何度も近衛さんが出てくるんですね、うん、もう切り札なので、うんえー、他に人がいないっていう、まあ、戦前はそれだけあの政党の側がまだらしがなかったという破局の歴史にをたどってしまったわけですね。なるほどはい でそれでそれと比較しての今なんですけれども実は今も今と非常に似ておりまして昨年の政権交代によって自民党の一党優位体制が終わったわけですね。で、はい じゃあそれによって、じゃあ今度民主党が単独政権になって自民と民主党の二大政党制かってそのことはありませんで、うん、あの鳩山政権自身が連立政権であって、うん、でまた菅さんになってまた第二次幹内閣というふうになってでしかも参議院選挙の結果、うん、ねじれ国会というふうになりましたから、うん、いろんなこう連携の組み方連立の再編をしないと、うん、政治が動かないわけですね。はい、えちょうど 戦前の五・一5で政党内閣が崩壊した後今度別の政党の手の組み方連携しなきゃいけないのと今と非常に似ているわけですね。でしかももう一つ似ているのはあの先ほどこの時期にあの司法ファッションっていうのがあって、うん。 でその司法はファッショだっていうふうに国民が批判するようなのと似たようなことがこう今も起こってるわけですね、はい、つまりあの小沢一郎氏の金と政治の問題をめぐってあの検察の側、特捜が非常に問題があるということを言われてあの小沢氏はあの不起訴になってるはずなのに何度も何度もまだおかしい、まだおかしいって言って検察がやってるのはおかしいと、でさらに検察批判だけではなくって。 あのマスコミ大権力批判っていうのまでこう出てきてまあ田中さん前からおっしゃってるような記者クラブの問題とかっていうのがあの大新聞の,あの報道の仕方がおかしいっていう非常にそういう盛り上がりがあの最近出てきたわけですね、うん。でそういうい盛りり上がりののつとしてあ,のある種のあの 小林さんとは違うんですけれども、新しいタイプの悪役なんだけれども、一つのカリスマとして小沢一郎大暴論っていうのが、うん、特に新聞とかテレビ以外の、それこそツイッターですとか、あのブログとかで、えー、そういうネット社会の中から出てくる、うん、その小沢大暴論っていうのがあるわけですよね。うんうん、で、そういう小沢大暴論っていうのは、あの多面ではそういうあの検察批判ですとか、あの大マスコミ批判というのとこう結びついて、うん、でこういう時代変 計測の状況を打ち破るのは、小沢氏にはいろいろ問題があるけれども、他にないじゃないかというようなところで、あの小沢大暴論というのはこうあったわけですね。なるほど。えー、まあ、あの亀静香さんが選挙中は亀静香だったと言われてますけど、はい、彼が唯一言ったのが。いやー、爽やかに見える医者かもしれないけれども、うん、そのどうも手術すると言いながら。手術の方法も教えてくれないし、お題目なんで、うんうん、だとすると逆にブラックジャックかもしれない。 ないけどこのブラック・ジャックに手術してもらおうかというのが小沢待望の意見なんだと、うんね、ってとなこをおっっしゃってまそれであの私はあの小沢氏のことで負けたとはいえ重要だと思うのは、うん、出馬直前にやや意外なことを彼は言ったんですね、はい、どういうことかと言いますと今日の日本社会を見るとあらゆる分野で精神の荒廃劣化が急速に進んでいると。はい こういうふうに言いまして、だから、あのモラルと、あの道義的な。 国家として日本を再建しなきゃいけないんだという趣旨のことを言っている、これは非常に迫力あったと思うんですね。というのは、の菅首相は首相になったときに、最小不幸社会というふうに言いましたけれども、すぐ色あせてしまいまして、今度の代表選のときには、そんなことはもう国家像なんてことは言いませんで、1に雇用、2に雇用、3に雇用という、個別具体的な話しかしていないと。具体的だったかどうか、私は青年の主張だったんじゃないかと思うんですが、日本は総論、 総論勢い格論曖昧っていうのが「青年の主張では受けるのかなとの建前的にねあの雇用っていったって本当は実際にはものすごい大変なことだと思うんだけど、はい、あのなんかそういうふうに言うと、うんえー、引きつけるかのように言ってるんだけども実際はそうではないと。むしろ 国家ビジョンの再構築というテーマでお話してますように、うん、あの日本がこれからどっちに向かうのかどういう国にしたいのかというのが大事なんだけど、うん、結局あの代表選で、えー、菅さんはそれを言わなかった。 言わなかった人が勝ってしまったというとこれからの日本というのは大丈夫なのかとかつての近衛さん人気で,でさえもダメだったのに菅さんのような人だとなかなか日本のがこう国民が何かこういう日本にしたいっていうのでみんなが頑張ろうっていうふうにならないんじゃないかそれをまあ歴史をやってる人間としては大変心配するところなんですね。いやあの、まあ、皮肉なことにその むしろ菅さんが発信するよりも菅、うん、さんの周りの戦国義人さんであったり、うん、まあその言ってる内容がいいか悪いかっていうのは別にしておいてむしろ菅さんは軽いおみこしになっていて、うん、ただそのおみこしがみんなで担ぐのに軽いわけではなくておみこし自体がふらふら羅針盤のように動いてっちゃうんで、うん、下も困っちゃうと、うん、あるいは戦国さんの思ってるようなことを良い意味で同時通訳で皆に伝えたりするような暗黙地で思ってることを、うん 言ってそれは小沢さんの場合にも小沢さんの持っていることをアルゴリズムでやりなさいって言われたらやるという人は役人ではいるかもしれないけども、うん、暗黙地でそれを咀嚼して言える人がなかなか一人のそういう目立つ政治家の周りにいないという不幸ももあるかもしれませんねちょっとこちらをもう一度あのでは井上さんがおっしゃったので。 こうやってみると本当にね、あのー、非常に類似してるんですね。うん、まあ単純に歴史は繰り返しませんから、あのー、この党になるというわけではありませんけれども、はい、逆にそういう。 えー、戦前はカリスマ的な指導者で国民がこの人ならばと思う人に集まってもうまくいかなかったわけですから今回菅、えー、さんのような、まあ、見方によっては手堅いのかもしれないんですけれどもそういう人がこれからの難局をどう乗り切るか <laughs>、うんえー、特に国民がの菅さんへの支持っていうのは消極的な支持であってあす、ね、<laughs> あ<の>すぐには変えちゃいいけないとか、えー、そうですね消極法で他にないから、うん、まあとりあえずこの人だっていうことで。 って菅さんのもとでこの国を立ち直そうなんていう人はあの民主党議員の中にもいないんじゃないかと。といいますのは先ほどの「週刊現代」に少し書いたんですが実はあの、まあえー、今日土曜日ですが、えー、今週いっぱい売っている「週刊現代」の中で井上さんが、まあ、これは今年のお正月に小沢一郎邸に菅直人氏がやってきて一緒に。 乾杯をしていると政権交代のものというところの下に井上さんを書きなんですが。 それで私が本当に驚いたのは、テレビ見て驚いたのは、民主党のどなたとはちょっと言いませんけれども、はいえー、若い議員さんがあのどちらに入れていいか分からないので、うん、街頭に行って、そこらへんに怒られますけれども、一般の方にどちらの人がいいですかっていうふうに投票させてです、ね、それで、それを参考にどちらを支持するか決めるっていう、もう,う本当にあの先ほど小沢氏が、あの日本社会の 精神の荒廃劣化っていうことを言っていたっていうの、はい、まさにそのことはこれでして、うん、あの自分は民主党員であり民主党議員でありどちらかを支持してやってる自分、ね、なんですから、ね、それが自分の自分の利益を満たしてくれるのはどっちの候補なのかっていうことをね言っている。うん これは本当に、ね、受益受益自分は受益者だ受動的な受益者だというのをあからさまにこう意識しないで言っているというのはととんででもないことでそれは私も感じて、えーそのま、マスメディアもその中間派というのは、うん、みんな悩んで大きくならない人たちだったんですけども、うん、中間派を商用していましたけれども、うん、その中でその、まあ、まさに街頭でそうやってどっちですかってアンケートを取っているような若い議員もいればです、ねうん、マニフェストに羅列するようなさまつな項目ではなくて政治 はもっと変わるべきと言ってたような人たちが公開質問状を両陣営に出すと、うん、そしてある一点に関してこれをやりますかやりませんかと私はこれ非常に驚いたんですね。うん、というのはそのマニフェストって1万個書いてあったって未曾有なことは1万500個目に現れるかもしれないし、うん、900個目にもっと変形が現れるかもしれない、うん、その時にどういうふうに沈着冷静にそして勇猛果断に、うん。 行えるような人物かっていうことが政治家を選んだり結婚相手やを選ぶことなのにその人たちはそこに書いてあることを両陣営はどう思うかとそしてどっちかの人はあの答えてくれたと電話までもらえたとあるいは演説の中でも言ってくれたからそっちだって私はなんかほとんど私も知事の時代に「こういう予算をつけてくれますか?」って言ってつけるって言うと「ああじゃあ支持し でももっとそうじゃなくて第二人ですから言ってなくたって俺が第二子としてやらせるとあるいは言ってないけれども1万個も羅列できないんだからこういうことをやるはずの人だと。 私、松尾隆さんという方がテレビで非常に面白いことをおっしゃって,ていて小沢さんの演説というのはそのまさに会長の皆さん国民の皆さんと国民に話していたとそしてその言いたいことは多分いっぱいあるだろうけどもその精神が荒廃した日本の地域社会をまさに人々のために良くしなきゃ明日はないという中でいっぱい言いたいことあるのにそぎ落として引き算の中であの。 濃密な演説ができてたと菅、うん、さんの場合には言いたいことはあまり分かんない今まで首相だからいっぱい言い過ぎてたのかもしれないけどもだから時間を引き延ばすこう、うん、足し算とも言えないものだったというのをおっしゃってたの、ね、は象徴的だなと。ええ ですから近野さんの例でいけばね、うん、あの誰からの支持も得たいので誰に対してもこう利益供与をするかのようにして支持、うん、を得るんだけども、うん、その分自分がどっちに国を持っていきたいのかっていうことが言えなくなっているわけですよねだから言葉はちょっと強いんですけども、うん、ああいう時はちょっとずる,ずるかったなと思うのは最後までどっちに決めるか言わないで自分の,あの思いをあの思い通りになることを言ってくれる方に入れるっていうのはもう勇気がない。 者ならともかくあの自分たちが政治を作っていく側からそれはもう考えられないんですよねえむしろいち早くどちらかを支持をして一生懸命頑張るっていう,、はいうね、自分も議員で党員なんだからあれが本当ん,んか言うとその人も漢万世、うん、小沢万世だって言われてますけれども、うん、それはあの実は私が知事の時もそうですし今回小沢氏のこと、うん、別に小沢氏も人間ですから、はい、素晴らしいところともっと改めるべきのところとそれはい 人間ですすからあると思います100%意見が一致するなんてことありませんけどよくあの言われたのが対対話なのかところが私知事の時も対話ってじゃあ私の後は対話になったって言うんだけど県議会と県職員と県知事がみんな仲良しく意見が一致すると対話があるとでも県民は蚊帳の外じゃないのと対立って別に原爆落とすわけじゃなくて世の中変えていく時にはクリエイティブコンフリクトで必ず意見の相違があるんで。 でもどうも皆さん、熟議の民主主義とおっしゃっている方たちは仲良しクラブで仲良く話していればいいとでも、成果は出ないと成果民主主義が結果オーライじゃなくて成果を満たす民主主義でないと必ず先ほどと同じようなこのカリスマ待望論などがファッション的なものにもっとなっていっちゃうとう。だからもうそれは 要するに慣れ合いっていとうことなわけですよねで慣れ合いで、うん、あの関係者が少しずつ利益を得て、うん、それであの調和しちゃっているわけで,、うん、でそれはその人たちの利益であって大多数の,その全国津々洲の人にとってはあまり関全然関係ないですよねだから今回その民主党の代表選挙というのはそういう悪いところが出てきてきたと思ったんですけどね。なるほど、うん まああのー、井上さんの足元にも実は私と井上さんは同じ大学でゼミだったんですけど私は法学間違えては法学部だったんですけどよく、あのー「財一郎いい悪い論」の前に私はやっぱりそのきちんと自分のビジョンを示すと、うん、あるいは何を橋を作りますよかなくてこういう社会のあり方をっていう示すとなんか日本はダメで雇用というような抽象的な青年の主張だといいと。でまあ、エドマンド・マンークというイギリスの昔、うんはい、思想家であり 政治家であったかと思いますけどやっぱりフランス革命いかんと言ったのは彼は別にフランス革命だとリバウンドが起きちゃうからいかんのだとああいうナポレオン参戦が出てきちゃうとだから人々がもう本当に義憤をかんって革命を起こすような前に革命を起こさなくても済むようなことを有望かんに指針を示してやっていくのが保守政治家だって言ってるのは非常に必要だなと今改めて、ね、そうですね。だから、ね、国民の側もやっぱりあの うん、望ましいあの国家ビジョンの実現のためには痛みを伴う、はい。 こととも我慢するとだけど、中長期的には、うん、あの新しい国になりますよっていうのを示してもらえばね、短期的に我慢は僕、できると思うんですよね、そうやって国民を本当の意味で政治に参画して、新しい日本を作っていくっていうふうにしたいなと思うんです,けど、ねそで,すね、でも、将来への夢がないので、ついつい偽りの問題、うん、策力理の優しさで没落していく日本の政治、うん、国民っていうのもあるかもしれません。今日は井上俊 さんにまたお越しししをいいたたたただきまままどううもありがとうござ是非よろしくお願いいたします日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあな,たですあなたの一票で日本が変わる。